んかプツってできて、もう帰宅中の高速バスで暇してた。あ、本当？よかったです。こんにちは。732日目の稲刈り。そうだよね、なんかこう町を見たら、町じゃない、なんか田んぼを見たら稲刈りしてるとことしてないとこと、なんかあの茶色になってたりとか緑になってて、こうやって下を覗いたらそういう風になってて、あ、今ちょっと稲刈りの途中なんだろうなって思ってた。何言ってるかわかる？今自分で話しててさ、あ、なんか何言ってるかわかんないかもって思っちゃった。田んぼをこうやって上から一望じゃないけど見れる、ところとか見てたら緑のところと茶色のところがあって、あ、きっと今稲刈りの途中なんだろうなって思って見てるって意味。どういう意味かわかる？大釜優奈ちゃんの件取らせていただきました、ありがとうございます。待ってます。大釜か、11月17日、楽しみにしてる。そう、なんか X にもチャットの返信にも来てたんだけど、ゆうなちゃんって10月3日が本当に200回目なんだろうかみたいなのを見て、どう、あれ200回より超えてるんじゃないの、のさ、200回なんだろうかなのかさ、え、もう200回、早くない？あのユニットだけの出演とか特別公演はカウントしないんだよの、あれもう200回、あ、200回なのなのかさ、ちょっと分かんなかったんだけどさ、安心してって言いたい。本当は29日ファンの人方が人のあ、もう今日喋れない。ファンの方々があの計算してくださってる公演は9月の29日で、あの200回だったんですけど、ちょっとカウントの仕方が違うなって思ったので、違うのかもなって思ったので、ちゃんとスタッフさんに確認したら10月3日が200回、フローラ換算で10月3日が200回っていう話です。安心してください、しっかり。でもそのスタッフさんに聞いたら、もうそんな毎回今日が何回目ですって皆さんにお伝えしてるわけじゃないから、やっぱりカウントのズレが出てきちゃうのは当たり前のことだから、そうやって200回だ300回だってお祝いしてくれるのはフローラじゃなくてファンの皆さんだから、ファンの皆さんが数えてくださってるカウントでいいと思いますって言ってくださったんだけど、その日に回数っていうかフローラ換算の計算を聞いちゃったから、ちょっと正しいやつに
日野さんの一部出演がグレーでした。それ入れちゃダメだよね多分。入れないできっと10月3日が200回なんじゃない。なんかだからさ、みんなが思ってるより私出てるんだなって思った。大丈夫です。10月3日が200回です。よろしくお願いします。明日だ、そうだ明日だけど、どんな髪型にしようかな。そうだよ、 5.5 連続公演とかやってるから。こんにちは。11月17日そろそろ完売しそうですね。え、そうなの？あ、そうそう、知らないうちにさ、知らないうちに5部5678部が私の部なんですけど、17日、 5部と8部が完売してて。何？なんで？どうしたんだ？まだ6、7は有り余ってる？6、7は皆さんが申し込んでくださった時はまだ残りわずかとかではなかったってことでしょ。残りわずかじゃなかったら有り余ってるってことです。そう、ありがたいことにさ、この知らぬ間にさ、シュンってシュンってなくなってるからさ、え？6、7は大丈夫そうです。有り余ってます。皆さんよろしくお願いします。ラスト、直接会えるのはラストです。
れなかったらシュンとしちゃいますね。マツコ今日も切れてるよ。ブースティーのさ、ハイタッチ会はさ、もう申し込み終わったの？567もともと買ってあったけど、気づいたら5がなかった。あ、そうだったんだ。すごいありがたいな。買えなかったみたいなのもまた嬉しいな。その買えなかった方には申し訳ないんだけど、そう、買いたいと思ってくれてる人が いることと売り切れてることがありがたいですね。8部は絶対逃せない。買えなかった人いるから。2時受付終わってます。でもまだ残ってるのかな。ぜひ初タッチ。3期生が入った時はもうコロナだったから、握手会とかそういう皆さんとの近い距離でのイベントは経験したことないので、初ですね。今度新潟行くんです。どこ行けばいいですか。おお、ありがとうございます。お待ちしてます。どうしようかな。それは何をされに来るんですか。NGT48 劇場を見に来てくれるなのか、観光なのか、お仕事でちょっとそっちに行くんですなのか。ラーメン食べに行く。おお、なるほど。ラーメンのために新潟に来てくれる。いや、それは嬉しいな。ラーメン部としてすごい嬉しい話を聞きましたね。ラーメン食べに行く、嬉しい。でもラーメンも美味しい。でもラーメン食べに行くってことは、そのあれだよね、きっと他の食べ物系ではなく普通に観光スポットとしてのおすすめを聞きたいんだよね。だとしたら
あ、NGT48 劇場来てほしい、ぜひ来てほしい。もうなんかそういうない日とか、劇場公演がない日とかだったら、なんだっけ、気をつけよう行ったらいいのかな。あとあの酒蔵とかいいんじゃない？どう？お酒好きですか？新潟に住んでるともうどこでも美味しい、美味しいさ、お酒とか日本酒飲めるんだけど、ぜひ。魅力を楽しんで。上越なんだ。あ、そうなんだね。じゃあもう全然遠いわ、 NGT48 劇場は。下越だからね。NMB48 さんのファンだから関西から来られるのかな。すごい遠い。この間の日向祭りはこういう話が出た時にちゃんと魅力たっぷりの新潟を紹介できるようになっておくっていうのが大事だよなっていう話だったんですけど、もう実践できてる。ラーメンを食べに来るってことは、こう観光ご飯じゃなくて観光スポットをおすすめするべきだと思うんですよ。みんな助けてください。NGT48 がその新潟に来たから行ってみようかなってすってこう立ち寄ってもらえるような感じになったらとってもいいと思う。そう、私はもう寺泊一押しですけど、このアバターがさ、あの NMB さんのメンバーさんのアバターだからそうなのかなって。おー、名古屋から、いいね、遠いけど。お待ちしてます。いつ新潟に来てくれるんだろう。もう一人でも二人でもちょっとでも新潟の魅力に気づいてもらえたらいいなって思うね。
雪降る前、あーなるほど、そうだね、雪降ったらちょっと気にくすぎるからね。ってことは11月とかか、10月11月とかからかな。ぜひぜひ NGT48 劇場にも立ち寄っていただいて。あ、木本優奈と申します。あれですかね、今度あの推しメンかな、推しメンの方と特別配信でご一緒する可能性がございます。よろしくお願いします。あのショールームの、なんか MV の聖地巡礼とか言いたいけど、選抜じゃないんだもん、知らないよどこで撮影したか。知らん知らん、悲しいけど。どこ、柏崎で撮影したのは知ってるけどさ、どこなの柏崎の。めっちゃ可愛かった、あの青ちゃんの、聖地巡礼みたいな。青ちゃんバージョン。めっちゃ選抜っぽいよ。ありがとう。選抜っぽいとは、めっちゃ面白い。
いやみんながさそうやってさ励ましてくれるの嬉しいよ本当に。ポキちゃんはオーラがあるよ、ポキちゃんはキャラが立てるから選抜っぽいねとか嬉しいよ。いやかっこいいなって思った出来事があってさ、NST 祭りでもさ私たちは抜けてだったけど一瞬の花火のパフォーマンスがあったじゃん。いずれ私たちもいずれね、それそのいずれがいつかは分かんないけど、いずれ私たちも一瞬の花火をパフォーマンスする日が来るじゃない。MV 撮影地から海沿いをドライブしながら波吹く行ってフランボワーズ行ったのはいいもん。あ、それいいね、いいプランだわ。そういうのが来るのは分かってるんだけどさ、あの日野さんがね NST 祭りのリハを見ながらずっとこう手振りで一瞬の花火の練習をしててめちゃくちゃ悔しいの。私めっちゃ悔しいのね。もうなんでって、なんで11人だったの、なんで選抜にしちゃったの、1から3期じゃダメだったのって何回も後悔したし何回も悔しい思いをしたけども、そんなポキよりも絶対日野さんの方が悔しい思いをしているはずなのに、その選抜のパフォーマンスを見ながらこうやってやってて、うわプロ意識だなとか、さすが私が憧れてる日野さんだなって、私なんかはさもうさ負けず嫌いのめちゃくちゃひねくれ女だからさ、私カラオケに一瞬の花火が入っても歌わないからとか言ってる人ですよ言ってんのに、日野さんはもう未来のことを考えて振り入れをしていてマジで尊敬した。私には無理だって思いながら、
私はこの人に憧れて、あっていうか憧れのメンバーでこの方の名前を挙げてよかったっていうか、後輩は先輩の背中を見て育つっていうか、めちゃめちゃいい背中を見せてもらってるなっていつも思う。なんかね、選抜の人たちが出てたフェスの反省とかフェスの話をどっかでしてて、そしたらそのひのさんがこれはこういう評判でしたよねとか、この部分はファンの方にも好評でしたみたいな話を一緒にしていて、これまた私と比較するんですけど、私あのひねくれ女なので、いや私出てないしな、知らん知らんってなっちゃうタイプなんですけど、木野さんはこういう部分はファンの方に評判だ好評だったらしいですよ、自分が出てないフェスの話をさ、自らさ、舞台でしばらく公演から離れてしまう。そうだね。そうだからルアと私で日野さんが安心して舞台に専念できるように頑張りますね。本当にごめんなさい、私なんかもう知らん知らんって思っちゃう、ごめん。普通にその NGT48 の一員として NGT48 をもっと良くするために知らん知らんじゃなくて考えなきゃいけないことは分かっている、分かってるけどさ、ポキちょっとまだ難しいわ。
当にね、向いてないんだよね私。チコちゃんもそうだよね。ずっとショールームとか ラジオとか YouTube で自分の魅力を伝えて、今は選抜入りを果たしていますから。いいよね、ゆうは周りに尊敬できる人がいっぱい。恵まれてると思うわ。チコちゃん濡れてるか心配レベル。本当に忙しいよねチコちゃん。最近めちゃくちゃハマってます、鼻チーク。ポキも背中見せないと思うんだけど、でもその4期生とかに、4期生はもう磯崎奈々ちゃん以外はみんな選抜に入れなかった。私の悔しさとはまた違う悔しさだとは思うけど、悔しい思いをした人の気持ちって、悔しい思いをした人にしかわからないじゃないですか。だからまあちょっとね、助けられたらいいよね。まだまだだよね、4期生なんて超チャンスいっぱいあるからね。この間またさ、まあ、私は TikTok よく見るから、その TikTok で流れてきたとかそういう話ばっかりしちゃうんだけどさ、指原さんがさ今アイドルグループを 3個プロデュースしてるけど、その辛いとかしんどいとか苦しいの気持ちって人それぞれでさ、
なこんなことで苦しいって思わないだろうって決めつけちゃよくないよねっていう話をしてて、私にとっては全然なんともないことかもしれないけど、その人にしてみたら死にたくなるぐらい死ぬほど辛いことかもしれないから、それそういうふうに思って話を聞くんだって。ルアの字が全然違うんだけど、ルアのアはベニだよ。これはななみさんからプレゼントでもらいましたマスカラです。昨日も実はこのマスカラをつけてました。こんにちは、 NGT48 のキモとユーナです。私はルベニって書いて、何分かった分かった、今配信してるから、うん、バイバイ。アンナじゃないですアンナじゃない。昨日はななみちゃんと一緒じゃないです。ななみさんは違いました。私は昨日お仕事は一人でした。こんにちは。今チコちゃんもマスカラ中。一緒。
もう私一生見てるから、あのポキちゃんまたね、ポキちゃん、ポキちゃんまたねっていう動画を一生見てる。ママも、ママも一生見てる。できました。しかもなんか「ポキちゃんまた」みたいな「かわいい!」「チコちゃん」だってさ、みんなもさ、うわ今チコちゃんがポキちゃんって呼んだってなったでしょ、気づいた時は。マジで最高だ。本当に嬉しいのさ。好きだったこの場所、やめられない今顔途中で閉じて顔を上げて気づくように居心地いい日なたもいつの間にか影になって黄昏れる君と会って過ぎる時間忘れるくらい夢中で話した僕
強くなりたい。私も同じアイロン使ってる。そうそう、ちょっとね、お手頃価格でいいよね。もうちょっとね、あのなんか髪質にさ、髪質が良くなるアイロンとか使いたいんだけどね。固定とか、髪質じゃない、髪質。ドライヤーは、まあパパはドライヤー使わないので、基本的にはママと妹と相談して決めました。決めましたっていうか、ママが買ってくれたっていうか、今日はこのここの人たちが良くないな。使わない、あんまり。ねえ、どうしたらいい？ドライヤー時間かかるよね。言う、ドライヤー嫌い。ドライヤーが嫌いだからお風呂も嫌い。ドライヤーしたくないからお風呂が嫌い。髪の毛切った日だけはちょっとやる気出る。これでいい。
すごくない？うわすごい。ゆうさ、アイドルになる前はさ、どうやってあんな前髪動かなくなるんだろうみたいな思ってたんだけど、自分がアイドルになったらこういうことかって。思ってる。できました。ということで、あとは夜ね。せーの、かわちでは壇上読みます。13位ゆうまこさん、ありがとうございます。12位まこいもさん、ありがとうございます。11位新潟かずさん、ありがとうございます。10位音速の貴公子さん、ありがとうございます。9位かじゅぽんさん、ありがとうございます。8位たむひろさん、ありがとうございます。7位やまありさん、ありがとうございます。6位りーやまさん、ありがとうございます。5位ゴンちゃんさん、あ、ごめん、ゴンちゃん、ありがとうございます。4位ひよりげたさん、ありがとうございます。3位ビールバラさん、ありがとうございます。2位けんざんさん、ありがとうございます。1位ともおさん、ありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。じゃ、また夜ね。さらば、さらばだ、たらば、バイバイ。